イヤと地面の接地面でハガキ1枚分だけなんですよ。これ4枚で車を支えてるんですよ。 100% の作業を必ずしないといけないので、 80% とか 90% では絶対ダメなので、お客様の命を扱っているというプライドを持って作業はしていません。若手にいろいろチャンスを与えてくれる会社で、例えばそれがうまくいかなかったとしても、それは役員が面倒を見ようっていうのを、まあ、よくおっしゃっていただいてるので、しっかり計画立ててやっていきたいっていうものに対しては GO を出してくれるところは、まあ、タイヤの寿命って、まあ、3万キロから4万キロって言われてるんですけど、まあ、あの地球一周と、まあ、同じぐらいのなんですけど、自分が打ったあの商品で、まあ、地球一周分ぐらい、まあ、走っていただくって考えたらすごいワクワクしますよね。まあ、弊社は30年前からさまざまな変化をしながら生き残ってきました。まあ、お客様と共に成長してきた会社だから、今からまあ世代が変わって若手に変わっていくっていうタイミングでもあるので、この時代対応力、先入観とか固定概念の壁を打ち破って、常識を疑ってかかって、で次のステージにどんどん進んでいきたいと考えています。20代で10億に携わる仕事、人生のきっかけを演出する仕事、数万キロのご提案、このサイズに誇り持ってます。楽しまなきゃ損ですね。常識を打ち破って成長する。